チキンやし、キスにできんねん。そうなんですね。店長とかいかんねん。状況も分かりますね。いいいい、ちょっと待って待って待って、あ、お前状況を見てわからんの。お前だったら俺見ようと二人になるやんけ。そんな知らんっすよ。僕だってもともと11時上がりって書いてたでしょ。そんな臨機応変に言うけ。俺もこんな平日にさ、お客さん入る思えへんやん。じゃあ、なんかったら俺また帰られへんよ。なんで僕も足早いんですって。ちょっと、いけるいける、もうラストオーダーまででいいからな。残れ、あ、うん、これも。店長に来れたら、マジだと言うの。頑張りましょう。ミオ、ミオ。はい。ラストだ、中田。あ、はい、全卓も聞いてます。オッケー、ありがとう。ラストだねみたいなので洗いますね。おい、お前締め作業は？洗い物と床掃除とあと在庫確認だけやってます。いや、やってないのそれ。違う違う、全部やってから帰るよ。いや、ラストオーダーまでって言ったじゃん。お前さ、人の心ないの。俺困ってんねんね、助けろやなあ。じゃあ人として終わってんねんそれは。じゃあ今さ、上がってもさ、閉めてから上がっても寝る時間とか変われへんやんな。だからもう閉めてから帰れやな。もう俺ちょ、裏で作業やるからな。あとレジの閉めもやっといて。ちょ、待ってくださいよ。頼むで。だってもっと楽なバイトあるやろ。でも店長も忙しいから仕方ないんじゃないですか。そんな関係ないよ俺らバイトに。ああもう。お疲れ様です。じゃあ終わったんで帰ります。予約多いから早めさ。
はい、もしもし。お前らくせえねえ、無出勤時間過ぎてんぞ。昨日の病院どないすんねん、どないしてくれんねん。黙れ。ああ、そう。あ、もしもし。うん、今日さ、ちょ、俺んち来てやん。あー、バイト。あー、まあ、そうやな。うん、オッケーオッケー。はい、はいはい。あ、もしもし？ちょ、今暇？ちょ、俺の家来てや。いるぜ。あっつ、最高。あれ、俺今日バイトじゃなかったの？え？そんな飛んだったわ。いいね、最高。バイトしてるぞ、お前、アホよ。まずそれな。時間の無駄。賞金使ったらいけんのや。賞金まず最高や。いや、俺もそうしよう。てか早く来てや。あの家出向かってんだよ。はいや。じゃあもう鍵開いてるし、勝手に入ってきてや。えい、イズ。よし。あ、まだだよ。え、そっち来てる？え、こっちおらん。あれ、俺、こっちおる、こっちおる、こっちおる。ちょっと待って、俺銃ないねんけど、なんで？え、拾ってない？いや、俺拾った。あ、当たった。ちょ。当たった。どこどこ？ちょ、たまない。任せろ、俺に。あ、やだやだ、行く。行く。あ、やだ。行く。え、待って、ガチ。ガチ。ちょ、待って、一人じゃきついって。もう。行く。じゃあ、蘇生して。待って。ちょ、もうちょっと、やって。無理やって、俺。行く。お前頼むで、次は。頑張りやす。結構前のせいやん。いや、それ言い過ぎやろ。あ、ちょっと待って、電話や。おい、ちょっと待って。もしもし、雄大さん、今日来てくれないんですか？いや、今、店長と二人でお店回してるんですけど、もうほんまにヤバいです、助けてください。いや、もう俺辞めるし。え、なんて言いました？いや、もう俺バイトのやつ。あ、ロビー戻ってきて。オッケーオッケー。ちょさ、お便所ちょ借りてよろしいか。いい。よし。もしもし。雄大さん、そのさっきのやっぱりやめちゃうんですか？いや、雄大さんいないから今お店やばいですよ。店長もめっちゃイライラして私に当たってくるし。ああ、そうなん。雄大さん来てください。いや、はい。
いいえ。ナイス。お前、ちょ、後ろ後ろ後ろ。お、後ろ、おい、お前何してんの、お前ほんま。あー、ごめんごめん。お前も、持つな、ショットガン。ごめんごめん。ちょ、次行こう。はい。雄大、俺さ、子供の頃からさ、マクドを食い続けててもさ、死なんと思うねんか。でもさ、ってことは、そっからずっと食い続けて、大人になったら、半分以上体、マクドってことかな。どう思う、雄大？うん、うん、そうなんちゃう。やっぱそうよな。じゃあ俺の体も4分の1ぐらいパティとかかな。やば、俺これ論文だぞ、これで。あ、ちょ、やばい、オークワガタってさ、1匹1万ぐらいで売れるらしい。え、ってことはさ、100匹捕まえたらさ、1000万ちゃう？お前一生遊んで暮らすんで。今から行かん？大学の裏山捕まえに。俺今からバイト行くわ。あ、今から？ちょ、俺行くし。え、俺どうしてん？あ、別に、おっても帰ってくれてもいいけど、もし帰らないったらポストに鍵入れといて。あー、じゃあいいとこは。大桑は？大桑方行く？最悪やな、うん、そう、こういう一時の感情でみんなに会われへんくなるって思ったら嫌やなと。そうだったんですね、うん、雄大さんが辞めても私はずっと仲良くしますよ。嬉しい。いや、マジでなんか今回はほんまにしまってた、うん、でも今回ばっかりは店長に謝った方がいいと思いますよ。雄大さん来るまで店長一人でキッチン回して仕込みも一人でやってくれてたみたいです。せやな、でも営業中も一言も喋ってないし、店長怒ってるやろな。でもちゃんと謝ったら絶対許してくれます。せやな、し、謝ってくわ。はい。
僕の自分だったら工場でみんなに迷惑かけちゃってるなと思ってそこなっちゃったんですけど、来ました。無理ー、普通に無理やからな。これ見て見て、やけどな。お前が来へんから一人でキッチン俺回してたやん。焦ったわ。ほんじゃフライパン、熱々のフライパンにここ当たってやけどしてもうたわな。どうすんのな、注意払ってくれるな。え、あんな、お前が電話口来た時に俺決めてたやん。もしお前が戻ってきたら1ヶ月間ペナルティ与えるって。あ、これあ、それがお前の1ヶ月間反省カリキュラムや。許してほしかったらこれやり遂げろ。分かったんか、おい。簡単に許してもらえると思うなよ。まだ俺帰られへんねんけど。すいません、もうすぐ終わります。待ってんのかな。